こんにちは。在商展開へようこそ、ウェイレンです。中国共産党第20回全国人民代表大会後、北京は共同富裕を唱え続け、富裕層が刈り取られるニラになるのか世論の焦点になっています。中共当局が高所得者や富裕層に対する包括的な税務調査を展開している兆候があります。同時に、中共の歴史の中で最も厳しい税務管理システムである禁税式が間もなく運用されます。このシステムは、ビッグデータや AI などの新世代の情報技術を駆使して、インボイスによる税務管理から、データによる税務管理へとバージョンアップし、商業活動をあらゆる角度から監視するシステムです。中共体制内の専門家によると、禁税式の開始は、徴税の天文時代だといいます。また、禁税式は、共同富裕のための包囲網だという人もいます。では、禁税式とは一体どのようなものなのでしょうか？どのように天網を張り巡らすのでしょうか？高収入かつ高純資産の二高富裕層はどのようなことに直面するのでしょうか？この禁税式は一般の企業や納税者にとってどのような意味を持つのでしょうか？本日はこれらの内容についてお話しします。9月22日、中共国家税務総局の汪軍局長は第3回一帯一路徴税管理協力フォーラムで禁税式の開発は2022年12月31日までに基本的に完了すると述べました。この禁税式とは禁税プロジェクトの第式を指し、禁税プロジェクトは中共の国家レベルの電子政務である12禁プロジェクトの一つであり、税務管理情報システムの総称です。いわゆる12禁プロジェクトには禁税プロジェクトのほか、禁財、禁純、禁官、禁カードなどのプロジェクトがあり、これまで禁税プロジェクトは3つのフェーズで進められてきました。禁税プロジェクトは中央政府と地方政府間の税配分制度や税体系を比較的大規模に調整した分税制度改革とも呼ばれる財政、税制の大改革を背景に、1994年から開始されたもので、1980年代末から続く中共中央政府の赤字を解消することが目的でした。この税制改革の目玉の一つは、付加価値税を中国最大の税とし、中央政府が 75%、地方政府が 25% の割合で、付加価値税収入を配分することを義務付けたことです。そのため、禁税一期では、付加価値税相互監査と、付加価値税不正防止管理という二つの制度を設け、付加価値税を管理することが主目的でした。ただし、一期は手作業での確認や監査でした。2001年に開始された禁税二期の主な目的は、付加価値税の専用インボイスの全国的なネットワーク監視の実施と、徴税システム全体の電子偽造防止の確立でした。2008年9月、禁税三期が正式に開始され、国税と地方税のデータの合併と統一を実現し、税制の業務プロセスの全面的監視が構築されました。そして、現在開発中の禁税式は、2020年11月頃から正式にスタートしたものです。当時、中共国税総局と深圳市監察局は、それぞれ禁税式に関する2つの通知をネット上に掲載していました。では、禁税式は、禁税3期と比べて、どのような機能が追加されたのでしょうか。第一に、社会保険料などの税外収入をシステムに組み込み、より包括的な監視を可能にしました。第二に、中共の各部委員会、中央銀行、商業銀行などの金融機関との情報共有や調査のチャンネルを確立しました。第三に、企業や法人の情報を検索できるだけでなく、企業関係者の携帯電話番号、企業の納税状況、企業の登記情報をチェックできるようになりました。第4に、企業や法人だけでなく、禁税式は、個人所得税情報のクラウドプラットフォームを構築し、各部門の納税者の身分、勤務先、世帯、個人所得などのデータを統合し、全国の個人納税者の個人ファイルを構築しました。第5に、ビッグデータや AI などの新世代の情報技術を駆使し、スマートな課税、監視や管理を実現し、各市場主体の業務や、プロセス全体のデータ肖像を全国規模で実現できるようになりました。簡単に言えば、つまり、
禁税式は、納税者をより的確かつ360度の全方位管理、すべての業務やプロセスについて知的な監視を行うことができるようになったのです。納税者は、プライバシーがない透明人間のようになり、脱税や租税回避が基本的に不可能になります。禁税式が導入された後、ビッグデータ分析は徴税の強力なツールとなることでしょう。また、税の徴収や管理も、インボイスによる税務管理から、ビッグデータを利用したデータによる税務管理へと変化していきます。ご存知のように、かつて多くの企業は、インボイスを発行しない限り、税務当局が調査や管理することはできないと考えていたかもしれないのですが、現在、中共は、禁税式を通じて収集した税務ビッグデータを通じて、より有効かつ的確な知的監視を実施できるようになりました。具体的な例を挙げてみましょう。過去1年、ビッグデータによる税務調査案件が複数起きています。例えば、昨年12月には、中国、ライブコマースのトップである、ビアが脱税の疑いで、13億4100万人民元、約268億2000万円の罰金を課せられました。今年3月には、俳優のダン・ルーンも脱税で、遅延損害金のほか、合計1億600万人民元、約20億1200万円の罰金を課せられました。そして、中共税務局が開示した、この2つの事件には、いくつかの共通点があります。1、いずれも税務ビッグデータの分析により発覚した。2、いずれも、2019年から2020年にかけて発生した。3、いずれも、個人所得の隠蔽、事業転換の内容改ざん、虚偽申告があった。では、税務ビッグデータはどのようにして、ビアとダンルーンを捕まえたのでしょうか。あるネット記事によると、まずは、納税者の肖像画を描くことだそうです。これはどういうことでしょうか。つまり、税務局が保有する膨大なデータを利用し、AI 技術を通じて、過去の膨大なリスクタスクからフィードバックされたサンプルデータに対する学習、モデルの構築やスキャンをすることによって、納税者の人物像を描くことが可能になります。例えば、AI はまず自己学習をします。正直に申告した納税者を正のサンプルとし、次に個人所得を隠していると指摘された納税者を負のサンプルとすることで、その比較結果から、個人所得を隠している納税者の重要なリスク特徴をすべてまとめられます。それから、この特徴に合わせてスキャンすれば、どのような納税者であるか一目瞭然です。なぜなら、ビッグデータでは、納税額や生活習慣、信用度などを見れば、どのような納税者であるかがわかるからです。ですから、税務局が一旦納税者の全体像を把握すれば、税務調査を行わなくても、納税者が違法な脱税行為を行ったかどうかを事前に判断し、発見することができます。例えば、2019年、深圳市税務局は、虚偽登録と虚偽インボイスという2つの人物像を利用し、36,916 人の納税者を対象に177回スキャンし、リスクヒット率はそれぞれ 89.64% と 86.18% でした。的確に命中できたと言えます。ビッグデータで捕まえる仕掛けの二つ目は外部のビッグデータです。税務部門は、登記から登記解除までの全過程における納税者の申告データ、支払額、領収書データ、違法や不法情報の有無などを全部把握しています。また、税務局は事業登録データや株式譲渡データ、さらには水道代や電気代、ガス代などのデータを他部門と共有することもできます。そして、税務部門は、上場企業が法令に基づき開示する情報や、裁判所の判決情報など、ネット上の公開データを入手することもできます。これらの外部データを通じて、税務部門は脱税を発見することもできます。例えば、税電指数はその典型的な例です。この税電指数には、税務局が提供する、付加価値税インボイスデータと、国家電力が提供する電力消費量のデータという2つの主要なデータソースが含まれています。ご存知のように企業は創業すれば必ずインボイスデータと電力消費量データが発生し、両者には一定の関連性があります。一定期間内に両者の関連性に乖離があれば、それは企業の経営に異常をきたしている可能性があります。ですから、
税電指数のような外部データは、納税者のデジタルプロフィール形成の基礎となり、ひいては税務当局の監視の根拠となります。金税算機が企業の脱税に焦点を当てたものであるとすれば、金税式はその対象を自然人、特に富裕層にシフトしています。9月22日、海南省税務局と市場監督管理局は、高収入で高純資産の2項富裕層に対する税務調査を開始する通知を出し、50世帯をランダムに選び、2022年10月9日まで総合的な自己審査を実施するよう求めました。また、深セン市税務局のウェブサイトでも、11月7日に公開入札の案内が出され、自然人課税プラットフォーム構築プロジェクトの第4期を設立し、2項に着目した自然人課税管理システムを改善するとしています。入札金額は20億人民元、約400億円近くです。では、金税式監査の主な対象者は誰なのでしょうか。海南博宇会計有限公司の分析によると、第1波は資本性所得、第2波はネット有名人や芸能人、第3波は会社経営者について調査するとのことです。そのうち、重点的に監査される9種の取引とは次の通りです。1、5万人民元、約100万円を超える現金取引。2、200万人民元、約4000万円を超える公的口座間送金。3、個人口座からの送金額が課題、国内送金で50万人民元、1000万円を超え、海外送金で20万人民元、約400万円を超えている。4、規模は小さいが巨額の資金移動がある。5、異常な送金入金。例えば、数回に分けて入金して一括で送金する。あるいはその逆。6、資金の流れは事業活動と関係ない。7、会社口座と個人口座の間で頻繁に入送金をする。8、口座開設や解約が頻繁にある。9、有給口座が大量に取引されている。さらに、金税式運行開始後、特に個人向けカード決済について、より厳格な資金管理が行われるようになります。本人名義の銀行カードで何かに関与した場合、5年以内の新規口座開設ができないだけでなく、WeChat や Alipay などのモバイル決済も禁止され、すべての手続きは本人が窓口に出向かなければならなくなり、食料品の購入は現金払いのみになります。そして、クレジットスコアにカウントされるので、基本的にクレジットカード、住宅ローン、自動車ローンとはおさらばです。つまり、信用を失えば、どこにも行けなくなるのです。特に、高純資産の富裕層にとっては、自然人納税番号の設定や、新個人税制で初めて導入された、租税回避防止規定により、国内外での資産の収支が、より透明化されることになります。アメリカ在住の経済学者であるダビー・ジュンファン氏は11月9日に中共の金税システムの実施により基本的に税務チェックは全方位的に行われ将来的にはグローバル課税の可能性もあり海外に資産や会社を持つ中国人も中国での税収を申告しなければならないでしょうと指摘しました。中共が導入した措置は既存の税務上の抜け穴を防ぐためのものであり当然のことだと考える人もいるでしょう。しかし、現在の中国の経済状況では、多くの企業が租税回避をしなければ、利益を得ることができないのが現実です。例えば、金融評論家の楊家慶氏によると、中共政府の税率は非常に高いのですが、中国の生産能力は比較的立ち遅れており、生産コストも比較的高いため、多くの企業は領収書を偽造することによって、あるいは、脱税することによって、租税回避ができ、利益を上げることができるようになるのです。経営者の友人は、中共の税法に従って納税していたら、企業は全く生きていけない。いわゆる、金税式が導入された今、基本的に租税回避の余地はなくなってしまったので、早めに廃業した方がいい、と言いました。中国当局はこのことを知っているのでしょうか？もちろん知っているのです。しかし、中共はすでに財政難に陥り、しかもその穴はますます大きくなっているので、そのジレンマをどうにかして解決しなければならないのです。ブルームバーグの計算によると、今年1月から9月までの中共各級政府の財政赤字は7兆1600億人民元、約143兆2000億円に達し、
前年同期の3倍近くになりました。そのうち税収は1月から9月までの期間で 11.6% 減少しました。さらに中国財政科学研究院が発表した中国財政政策報告2021年では、第14次5学年計画期間中に財政赤字の規模がさらに拡大し、2025年には約10兆7000億人民元、約201兆4000億円に達すると予測されています。もちろん、中共が釜を上げ、二項派を狙うのは、経済的な理由も政治的な理由もあります。中共第20回党大会で、共同富裕が一つのキーワードとなり、初めて収入配分の秩序を規範化し、富を築く仕組みを規範化することが提案されたからです。中共のこれらの規定から明らかなように、中共当局は基本的に民間や企業の資本移動のルートをすべて徹底的に遮断しているのです。中国の富裕層は泣くに泣けず、訴える方法もない状態に陥っています。以前の番組でお話ししたように、中共は大規模な民間企業を国有化し、供給販売協同組合や大規模な食堂を設立しました。これらはすべて計画経済、独占、統括管理という古いやり方に逆戻りしたのです。今、税収面において、禁税主義を推し進めるようになり、釜は徐々に、ニラを根こそぎ刈り取り、中国国民のポケットの中の1円までも、的確に監視していると言えます。しかし、角度を変えれば、中共の金儲けの強力なツールである、禁税主義の実行も、中国経済の悪化と、中共のかろうじて生きながら得る様子を裏付けていると言えます。さて、今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご覧いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。